はい、どうも、哲学とです。ディアブロ4、ベータの方、皆さん楽しまれてるでしょうか。一応ですね、バーバリアンで、先行ベータで遊べる、アクト1の方をね、難易度ベテランでクリアしてきましたので、まあ、バーバリアのね、序盤のおすすめスキルについて、詳しく解説していけたらいいかなと思ってます。で、ちなみにですね、この、今、キャラクターが拡大されていると思うんですけど、まあ、この機能はですね、こちらの、キーの方のね、上ボタンを押してもらって、この拡大のとこを入れてもらうとね、大きくすることができますので、まあ、元に戻したいときはこうやってね、戻してあげればいいかなと思います。で、ギオバシャドの街で、ポーションのランクアップっていうね、作業を行うことができますので、レベル10になったらね、必ずね、ポーションの方をランクアップさせた方がいいかなと思います。やっぱり近接色の場合は結構火ダメも大きいので、まあ、ポーション、4つ使えるんですけど、その回復量っていうのも結構大事になってくるので、まあ、必ずね、レベル10になったら、ポーションの方をランクアップさせてほしいなと思います。でですね、まあ、早速、アビリティの方なんですけど、まあ、このゲームね、お金を払えば簡単にランクの払い戻しってできるようになってるので、まあ好きなスキルをね、いろいろと使っていろんなことを試していくのがいいかなと思うんですけど、まあ私はね、最初とりあえず、基本スキルとしてフレンジーをね、マックスまで取ってますね。まあフレンジーはまあ攻撃が当たるために攻撃速度上がっていくというものになってきて、で、その後、フレンジーの強化版を取って、さらに攻撃速度を上げて、で、ここ二つ選択肢あるんですけど、私はこれ、フレンジを一回蓄積するごとに受けるダメージが 8% 軽減されるという、防御系の方に進んで取ってるという感じですね。で、次ですね。こちらの、コアスキルの方なんですけど、こちらでワールウィンドの方を取ってますね。で、ワールウィンド、まあ、フューリーを消費してね、まあ、集団に対して攻撃与えられるんで、まあ、フレンジーがね、単体に対する、まあ、攻撃として優れているとしたら、ワールウィンドは集団戦にね、向いてるので、まあ、フレンジでまず敵をどんどん叩いて、フレンジ、フューリーを溜めた状態で、ワールウィンドで一気に敵の群れを、叩きのめすっていう戦い方が、基本かなと思います。で、まあ、強化の方を取ってもらって、ワールウィンドを2回使った時にキャンセルされるまでワールウィンドの与えるダメージが 30% 増加する。この2つを取ってますね。こちらの方のね、レベルは、まあ、1でもいいので取っとくのがいいかなと思います。で、あとは圧力点ですね。10% の確率で、敵を、脆弱状態にする。こちらも取ってます。で、次が結構大事なんですけど、防御系スキルですね。まあ、特にアクト1も後半になってくると結構、ライフを削られることが多くなってくるかなと思うんで、このね、アイアンスキンがおすすめですね。自分の体を鋼鉄化し、失ったライフの 50% を吸収する障壁を5秒間展開するというものなんですけど、まあ、これ失ったライフというよりは自分のライフの 50% かなと思うんですけど、の障壁を、張ってくれると。で、さらに吸収量がライフ最大値の 6% 分、上昇するという、アイアンスキン強化を取って、で、これが強いんですよね。アイアンスキン戦術ですね。アイアンスキンの発動中は、障壁が初期値の 10% と、同量のライフが毎秒回復するというものになってきますので、まあ実はですね、これでアイアンスキンかけてあげるとライフが回復するので、ライフが半分ぐらいになったらアイアンスキン毎回かけるようにすると、まあ、ポーション使わなくてもね、ライフがかなりの量、回復してくれるので、まあ、このアイアンスキンの、戦術と、ポーションを組み合わせてるだけで、結構ね、ボス戦簡単にクリアできちゃったりするので、まあ、ベテランでやられてる方は特におすすめかなと思います。で、あとはまあ、好みで今取っていってるんですけど、ウォークライですね。まあ、戦いの雄たけびを上げて、攻撃力を、上げてくれるというものですね。こちらを1個取って、あとは、俊敏さですね。移動速度、まあ、このゲーム、やっぱりですね、歩く距離が長いので、移動速度が速い方がいいので、まあ、ここをね、今振ってるんですけど、まあ、これはね、強さそのものには関わらないので、まあ、ここにポイントを振るぐらいだったら他の部分に振るっていう方法もあるかなと思います。
まあ、今回のオープンベータでは、レベル25までしかね、上げることができないので、まあ、強い構成ね、皆さんも考えてやってみてほしいなと思います。まあ、せっかくなんでちょっとね、戦っているところもお見せしていこうかなと思うんですけど、今回ね、むちゃくちゃグラフィックも良くなったんでね。まあ、ぜひ、遊んでみてほしいなと思ってますけどね。はいはい。ちょっとまだね、接続性が、あれなとこありますけど。こんな感じで、まずね、フレンジーを貯めていって、で、ワールウィンドで一気に倒すと。で、アイアンスキンの方を使うと、今ね、ライフが少しずつ回復してるの分かりますかね？こんな感じでライフが少しずつ回復してくれるので、結構ね、ボス戦とかでライフが減った時に、使うと、有利かなって感じがしますね。あと、戦うとき余裕あれば、火力上げたいときはね、ウォークライフを放っていれば、こんな感じでね、削っていくことができるので。ちなみに今のシールドはね、装備品についてるものなんですけど、結構これも強いですね。おぉ、ちょうど、柱が立ちましたね。こういうね、レアアイテムが出るのもやっぱり嬉しいとこですよね。はい。あ、レジェンダリーアイテムか。まあ、トレハンもかなり面白そうなゲームですので、ぜひね、アクト1クリア目指して頑張ってみてほしいなと思います。一応レベルに、20に到達すると、製品版発売時の時にね、使える、コスメティックなんかももらえますので、まあ、レベル20目指してね、上げていくのがいいかなと思います。まあ、ベテランでね、進めると大体レベル15ぐらいでね、ストーリークリアしちゃうと思いますので、あとはですね、この、サブクエストの方ですね。おっと。こっちのサイドクエストの方が結構たくさん、出現しますので、ぜひね、こちらも埋めながら、レベル20目指して、頑張ってみてほしいなと思います。まあ、結構今回、ボス戦なんかね、結構ね、苦戦する相手が多いかなと思うんですけども、まあ、この、アイアンスキンが特に強力なんで、アイアンスキンとあとフレンジ、ワールウィンドあたりを組み合わせば、まあ結構楽にアクト1、クリアまで進めることができるかなと思いますので、まあ参考になれば幸いです。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。またね、ディアブロ4の、攻略動画なんかも上げていきたいと思いますので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。